まもなく東日本大震災から10年という時を迎えます。仙台にとってはホーム開幕戦ということになります。川崎はもう J1 今日が3試合目という今シーズンです。アウェーの川崎フロンターレのボールでゲームがスタートをしました。立花だから地道からの長いボールヘディングシュート、長谷川ゴールキックということになります。ここが田中を持っていって、さあ遠野に入った。今右サイド指差していますが、さあ田中を使ってクロスが入ってる、面白い。そして小林優だ、クロスに合わせました小林優。やはり仙台に対してこの人取ります。先制はアウェー川崎フロンターレ、決めたのは小林優です。開始12分。まあこの田中選手ですかね、センタリングがこのキックの質でもうほとんど決まりましたね。小林選手もいいところにやっぱりいますよね。体ごと押し込んだという感じですね、はい。石原が入るという情報です。さあ長谷川クロスが入る、ヘディングシュート、先ろポストだ。そして押し込んだ、まずは小林優、そしてそのこぼれ遠野を押し込みました。ここで長谷川選手が受けて、もう小林選手も見ながらセンタリングしてますよね。まあ、このクロスが良かったのと、元の選手も落ち着いて、もらいに遠野行きます。ここは木田、そして秋山、しかし入れ替わった、山根中を見た、クロスが入る、なんとかどうかな、ゴールラインを割ったか、ゴールイン。ゴールが認められました。まあ、こういう状況に起きるという山根選手のやっぱパス、そのクロスの質というところはやっぱりこの点につながった。遠野から山根からのボール、立花だ、おさ入れ替わった、さあ前に持っていく、そしてここから中へのボール、押し込めるか、うわっと押し込んだ。ここで入れ替わってのセンタリングなんですけど、中央からややファーに密集をしていますが、さあダイレクト、山村のボレー、これはセーブをしましたソービックです。トラップをして、ここは田中碧というところでしたが、少し流れていきます。さあここで長い笛が吹かれました。前半のうちに川崎4得点という、そういったゲームになりました。ディフェンスラインは、マセが入って右に回って、ハチスカが左サイドバック、そしてキャプテンマークを富田から引き継いだという形になります。さあ後半スタートです。ホームの仙台のボールで後半スタートをしています。もう一回スイッチを入れよう、そういったコメントをして選手を送り出しました。もう田中碧から中、小林優、旗手、ここからシュートだー、バックの右です。上原がトップ下気味になって、こうテンポ出てきましたよね。本当ですね、はい、石原とのパス交換、そして上原から逆サイド、木田へ、木田トラップをして、ここからマイナスのボール、マルティノスブロック、こぼれ球押し込んだ、上原押し込みました。まず1点返したメガルタ仙台です。場内大きな拍手、そして煽ります手倉森監督です。まあ、ここで上原選手がサイドチェンジして、木田選手が中を見ながらマイナスのセンタリングを上げたんですけど、ここにまたもう何ですかね、スピードをこう 100% 出さないで、こうオーバーラップを待ちながら来なきゃ自分で。シュート大きさ、旗手、先ほどは三笘、今度はこの旗手、
自分で出して潜ったシーンなんですけど、左サイドバックなのにここの位置にいるというところはまず素晴らしい。もうタッチの外出てベンチ、そしてここで長い笛が吹かれました。川崎フロンターレ開幕から J1 3連勝、フジゼロックススーパーカップ